揃いましたね。まず何よりいろんな人にコーヒーを入れることができたので、まあ、やっぱイベントとかお客さんにコーヒー入れるのが一番楽しいしやりがいなので、たくさん応援しに来てくれた方たちの思いもあるので、そのプレッシャーがいいプレッシャーに僕は変換させながら、しっかり結果が残せるように頑張ります。自分自身も入れててめちゃくちゃ楽しくて、なんかもうみんなが一体感があったなっていう感じがありましたね。その同じコーヒーを共有して、そのみんなが楽しんでるっていう感覚がすごく最近なかったので、めちゃくちゃ楽しかったです。僕は今回、石谷さんの、大会用のエスプレッソの焙煎と、あとは、フリータイムの焙煎を担当させてもらったんですけど、まあ、どっちもその焙煎の仕方、アプローチがちょっと違かったので、どっちもこう飲んだ方は楽しめたのかなと思います。まあ、お店とは違う、プロダクションのローストとは違う焙煎 の勉強も兼ねてですね、自分もレベルアップできたかなと思います。僕のこの生涯にわたるミッションって、やっぱバリスタっていう仕事を一流の仕事にしたいと思っていて、やっぱ僕ができることっていうのは、やっぱそういう場のプロデュースだと思ってるんですね。なので、まあ、今後もこういう一流のバリスタの人たちのやっぱりこう、技術だったり、ね、知識っていうものをダイレクトに感じられたり体験できたりするような場を、僕はどんどんプロデュースしていきたいなと思ってます。よっしゃ。